二条仕事は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての苦行。関白二条剣元の子。神は十一位、関白。南北分裂後は南朝方に属し、昌平一等の際には、小村上天皇のもとで関白を務めるなど、南朝政権における重鎮の一人であった。父は関白二条剣元。母は源の県人の娘である。 父について、苦行部人昭和元年の上は、剣元の子である道平とする一方で、剣元が死去した剣無元年の上では、道平と、氏元が8月22日に、父の母に服した旨が記されている。また、道平と、氏元の年齢差を考えても親子より兄弟とした、方が自然である。また、昭和2年に、道平に、嫡男吉本が誕生して、以後、 氏本の昇進が緩やかになったことが指摘されており、吉本誕生以前は二条営の後継者として扱われ、道平の勇士として位置づけられていたと考えられる。以下では、剣元を父、道平を兄として解説する。王朝元年6月15日、11歳で元服15以上に次され、金時期、昇殿を許される。文法2年に、 五醍醐天皇が即位した時点で、聖二県大納言となっていた。五醍醐は、鎌倉幕府の打倒を目指し、元寇元年、元寇の乱が勃発。元寇三年、昭郷二年五月七日に、六原丹大が陥落した後、九州における幕府の重要拠点である、鎮勢丹大を攻略するため、太宰言の措置に任ぜられ、軍を率いて、九州へ向かうが、 鎮税短大はすでに小児提供、大友貞宗ら九州の御家人によって5月25日に陥落しており、太宰府において、御事領親王を中心として、戦後処置が行われていた。下戸は、太宰府で、御事領を補佐した。太宰言の措置となった、下戸は、長戸国守護を兼任したという説がある。重要資料である、長戸国守語職次第には、 鎌倉時代最後の守護である北条寺時期五月二十六日降伏の後、県務中後期に五代五天皇によって守護に任じられ、県務元年五月十日に入部した後藤武史実の前に、タス佑大納言という人物が守護であったことを記載する。この人物について、当時、県大納言であり畜前国の大宰府にいた二条氏元が相当する可能性はあるが、までの工事専防。 または、地元豪族である豊田氏の一族とする見解もある。なお、県務2年2月4日、県務政権で内乱左大臣を務めていた兄の、道平が49歳で没している。県務2年、足利高氏が、関東で反旗を翻し、経営攻め上ってくると、後醍醐の失勢に不満を持つ諸国の武士もこれに抗し、放棄する。京では、防御体制が整えられ、仕事は、 西北の山陰道方面の守りを任せられて、赤室希望、吉政回帰の北家山寺に布陣する。しかし、同三年に1月8日、田島、丹後の兵を率いた、公家と岸毛らに撃破され、大江山が占拠された。この軍勢は、日田一族の江田幸吉の軍によってその日のうちに、追い払われたが、結局、その年の5月に京都は、足利軍に奪われ、 天皇とその軍勢は、比叡山にこもった。6月に入ると、比叡山は、東西から繰り返し攻められるが、日田吉貞等の奮闘により防衛に成功する。足利軍の士気が低下したのを見て、県務政権軍は6月30日に反抗に転じ、京都市中に進攻するが撃退される。太平記によると、この失敗により気象鎮していたところ、7月5日、 二条お元が、加賀、越前の軍勢を率いて、県務政権軍に合流したことで再度奮起し、第二回、第三回の京都市中への攻撃を実行、し元も兵を率いて参戦する。しかし、いずれも撃退され、膠着状態になったところで、足利高氏と五大五との和睦へと、物語は展開する。しかし、この三回にわたる京都侵攻作戦は、梅松論、 上落期が6月30日の出来事として記すもので、太平記では、ストーリー構成上、この日の戦いを三分割して描いていると推定されている。和牧成立後、比江山にいた、県務政権軍の大部分は、五醍醐と共に、京都へ帰る者と、皇太子常吉新郎を報じて、新田義貞と共に、越前へ下る者とに分かれたが、下とはどちらにも加わらず、 中野院貞平らと共に河内国へ落ち延びた。後醍醐は京都で遊兵されるが、12月21日に脱出に成功し、吉野において朝廷を開く。こうして南北朝時代が始まり、下は翌4年に1月に吉野に到着し、初めて参大している。二条家は、老いの二条吉本が北朝に、叔父の下が南朝に仕えたため、 両家に分裂した。下事は、延元4年、略王2年に、五村上天皇が即位した時点で内大臣、その後、左大臣に任じられた。昌平5年、官能元年、北朝方の内部構想である官能の上乱が勃発する。劣勢に陥った、足利忠義は、南朝方の力を借りて、挽回を図ろうと十二月に南朝に降伏を申し入れる。 この対応をめぐって、重心らで議論がなされた。当院サネは、偽りの投稿と見抜き、幸福の受け入れに反対、むしろこの機会に、忠義を討伐してきた朝方の戦力を削減させるべきと主張する。これに対し、下もと北畠地下夫妻は、受け入れに賛成し、忠義派との合同により、南北長官の形勢逆転を図ることを主張した。 その結果、小村上天皇は、忠義の降伏を受け入れ、12月13日に、直面の戦時を下した。この決定を受けて、南朝方諸将は、足利忠義軍に合流し、翌年1月、足利高氏、河諸直軍と交戦して、これを打ち破るも、忠義は刑を制圧するや、直ちに南朝から離反する。高氏と忠義は、 和睦をするが、両者間の火種はくすぶり続け、高氏法、忠義方、南朝の三つどもえ状態に戻った。次に南朝に降伏を申し入れてきたのは、足利竹氏であった。南朝側首脳陣は、忠義の裏切りを教訓にして、今回は慎重にならざるを得なかった。しかし、一時的な偽世公を逆手にとって、高氏が忠義を討伐するため京を離れている間に、 京都を奪還し北朝を吸収し解消してしまう計画を立てた上で10月24日付で高氏に大使直面及び忠義追悼の臨時を下した。高氏が刑を立った後北朝の須コ天皇を廃位し関白二条吉本の職務を停止し南北領朝から一定の信頼を受けていた当院近方を左大臣に臨時刑における公や事を委ねた。そして 12月28日に、下戸は関白に任じられた。昭平7年、関能3年、うるう2月、関東時内において、北朝軍と交戦を開始、19日に、五村上天皇が男山まで行行し、そこに止まった。北朝軍の反抗が厳しくなり、5月11日に男山が陥落、五村上は、 河内へ撤退するが、追撃も激しく撤退戦において、南朝軍は多くの犠牲を出し、その中には、下都の次男京中も含まれていた。南朝が撤退にあたって、皇后院、光明院、須古院の三人の上皇と、前皇太子の直人氏し新郎を連れ去ったため、京都には直天皇となるべき皇族も、直天皇の使命権を持つ時点も、不在となり、 北朝は消滅の危機に瀕した。幕府関係者や貴族たちが北朝復活のために奔走し、黄金院の母公疑門院を辞典に行きし、その遺構として二条義元が関白にまた任まし、さらに辞典として皇位継承者を指名する権限を行使して、黄金院の失足後黄金天皇が即位することになった。南朝方はこれを義元の策動とみなして、昌平八年、 文那2年に京都を一時再占領した直後の7月11日、吉本が逃亡して不在となっていた二条邸にある二条家歴代の遺益文書を没収して式に与えた。またこの頃、北朝方にいた京家が南朝に降り、時期は半然としないものの、間もなく仕事は京家に関白職を譲ったとみられる。昌平14年。 遠分4年6月17日に59歳で出家。昌平15年、遠分5年4月25日、大東宮、森吉新王の子で南朝方の橋梁新王が、赤松氏の里らと共に、南朝の本拠であるが明安宮を襲撃。翌日、二条前関白殿が大将軍に任せられて、反撃を開始し、3日後に鎮圧した。橋梁新王は逃したものの、 反乱軍のほとんどの兵は撃ち取り、あるいは捕らえることに成功した。また、昭平16年、公安元年12月、細川清氏、楠木正則らと共に、二条殿が京都の奪還作戦に参加している。この両言の二条前関白殿、二条殿については、式に否定するのが一般的だが、もし出家した、仕事であれば、 入道前関白殿などと書かれるべきであるため、息子の狂気に否定する説も無視しがたい。ただし、同年頃に書かれたと推定される、小村上天皇消息には、善行が病気であったと見えており、この善行は、仕元のこととしてほぼ間違いなかろう。大乗院日記目録によれば、仕元は、昭平20年、常時4年1月26日に死去した。去年65、 古来、新馬は歌集作者の光明大院入道前関白左大臣に否定されるが、この説には明確な根拠がないため、同作者の福音寺前関白内大臣に否定する説も出されている。簡易と異界の履歴は以下の通り。年齢は数えるし、月日は旧歴。ありがとうございます。